大人の女性になれるかな。はい、ごめん、ちょっとトーズがいるから背伸びしてみた。本当に、うん、じゃあちょっと私も大人のモードになる。かっこいい。おかしくない、その大人のイメージ。え、だって大人の女性でしょ。うん、そうだけど、ね、可愛い声して大人の女性にとか言わなきゃいけないの。そんなこともあるよ。そんなこともと強いけどちょっと、はい、このコーナーは大人の女性を目指す私がリスナーさんから届く大人の女性クイズに答えていきます。はいはい、もちろんね、うん、今日の、うん、ゲストとまっちゃんにも答えていただきますよ。オッケー、オッケー、えい、Okay. では、うん、大人の女性クイズお願いします。トゥルひとかなネームタルトさんからいただきました。問題、バン。あなたは電車に乗っています。両隣には一人分ずつ席が空いており、目の前に幸せそうなカップルがやってきました。うん、カップルの男性が座りなよと言うと、彼女は一緒じゃないからやだなどと抜かしています。こんな時、大人の女性ならどう対応する？考えて一緒に。うん。これ喋っていいの？口に出していいの？いい、まだ。黙って神経言ったら。うんうん。大丈夫。口に出しても。はい。うん。じゃあ、まず、私から。うん。そうですね。彼氏の方に、うんうん、こう、なんだろう。ちょっと靴を直すふりをして、うん、谷間を見せつつ谷間を見せつつこうチラ見して、うん、私の方が大人の女性だから、うん、ついてきなさいみたいな、うん、誘惑する男の人。もう待って、それさそれを、うん、やる人が大人の女性ってこと？回答的にはそう、アダルトね、すごくアダルト、うん、そうかな。だって谷間でしょ。谷間だよ。おわーおわーおわピンクな回答ね。オッケー、うん、じゃあトマツ。だってこれってさ、普通に考えたらさ、うん、どっちかにどけばいいんでしょ。私っていうか、その座ってる人が、あの座ってくださいみたいな。それが大人の女性ってものじゃないの？うん、そう思う。トマツと私。さあ答えは。ベンダン。大人の女性ならここで嫉妬してはいけません。おとなしく席を譲りましょう。おら。イエーイ。その際、男性にだけ最高の笑顔を送り、おその男性のハートをキャッチするのが正しい対応です。お、なんか私たちちょっとなんか足して2で割ったようなね。うん、お、私たち力を合わせれば、うん、一人の男を落とせるぜ。うん、そうだよね。うん、あ、でもこれそうだね、うん、なんか小悪魔チックでいいね。うん、小悪魔すごく最初に譲っておきながら、うん、男は譲らないみたいなね。なるほどね。かっこいい。いいね、これ。いいね。私たちちょっと力を合わせた方がいいんじゃないの？あ、頑張ろう。ちょっと二人で、ちょっと協力しよう。そうだね。いろいろ。うん。オッケー。